はい、学生の頃から始めて、今30年近くなります。うちの犬舎はとにかく清潔ではなく衛生という 単位で、目指しております。湿度管理、温度管理、あと日常の、消毒、そういったものを徹底して匂いのない犬舎作りを心がけています。私の方はブリーディングとしては、どちらかっていうとペットではなくて、ドッグショーや、犬の競技会、警察犬、麻薬犬、そういったものに力を注いでますので、自分が繁殖した犬が、そういう方面で活躍してくれるっていうのが一番の魅力です。ブリーダーから購入をするというのは、繁殖のその以前のところから同じ人が管理、同じ愛情を注いで管理していくので、そういう面では、非常に、安心してワンちゃんが購入できるのではないかなと思います。